どうすれば苦しみを超えることができるのかの。祈りを。私にもまだ忘れられぬ思いがございます。ですので、ただただこうして皆を愛する者を思い、そのご冥福を祈っているのでございます。ただそれが私にできること。そう教えてくれたその人もまた平家のために祈り、人々に語り継いでくれております。その中で我らの一門は生き続けましょう。その始まりは、祇園精舎の鐘の声。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 諸行無常の響きあり。シャラ宗樹の花の色。上書必須の断りを表す。おもれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の塵に同じ。